後継者不足といった経営課題を解決する手法として M&A 企業の買収や合併の動きが今注目されています。県内でもこうした M&A の動きが広まり、ゼロから起業するよりも簡単に事業を始められるチャンスが開けています。伊東市の郊外にあるファミリー向けの2階建てペンションです。はい、いらっしゃいませ。お待ちしておりました。大手企業で勤めた後、伊東に移住し、およそ7年前から家族でペンション経営をしている年岡正樹さんです。今どのような状態になってるんですか？そうですね、今こちらのペンションの売却を進めております。年岡さんは今このペンション事業を引き継いでくれる人を探しています。自分たちも小さな子供を育てる家庭だったもんですから、まずはその小さいお子様が一番過ごしやすい宿にしようっていうのがコンセプトでスタートしまして、子供連れをターゲットにしたペンションは駿河湾を一望でき、マッサージチェアを備えた部屋になっています。吹き抜けの天井に和室と洋室を一緒に楽しめる空間もあります。こうやって近くで子供が遊んでいる姿を見れば、やはり安心して親も食べられますよね。そうですね、本当にもう目線の、ね、先には常に自分の子供がいるというところになりますので、安心して食べれる場所っていうところでこういった宿っていうのを使っていただけると、すごくこう旅行としても充実したものになるんじゃないかなと思って。このダイニングで食べられる自慢の料理がこちら、ローストビーフですね。こんなに熱いローストビーフ私初めて見ました。とても柔らかい肉質で、そして脂っぽさもないので、本当さっぱりとした感じでとても食べやすいです。このローストビーフ目当てで来るお客さんもいるそうです。どうして後継者探しを始めたんでしょうか？今一応ペンションの仕事とそういった観光事業の仕事っていうのを並行してやってるんですけども、なかなかここを両立させるっていうのは非常に難しいかなと。年岡さんは4年前から地域の観光事業を手掛け、魅力を発信するオンラインセミナーにも取り組んでいます。地域を盛り上げるためにも、不動産として売り渡すのではなく、料理レシピや集客運営方法なども含めて事業を引き継ぎたいと望んでいます。この町をしっかりと支えることに、やっぱり自分の今の、役割というかね、そこをすごく自分の中でも感じていましたし、まあ周りの皆様もそういう形でね、やっぱりこう頼っていただいている方もいらっしゃるので、どっちを取るかみたいなところの悩ましさはもちろん本当に今でもあるんですけども、まあ、それを一番自分の中で最善というところが、やっぱりこの事業を継続してもらうっていうところの選択肢だと思います。そこで目をつけたのがウェブ上でできる事業承継です。 M&A は仲介業者や会計士など専門知識を持った人が買い手と売り手の間に入って交渉を進めます。一方、ウェブ上での M&A は売り手側が会社の情報をサイトに掲載し、買い手側がそれを閲覧して直接コンタクトを取ることができます。 M&A をより身近なものにしました。10年前に中小企業向けのプラットフォームトランビを立ち上げた高橋社長です。経営者の高齢化とともに中小企業の数がどんどん今、減ってきていると。で、廃業の数もどんどん増えてきてますので、これを第三者に引き継いでもらうってことが、まあ、非常に重要になっているっていう背景が一つあります。トランビの登録者数、
登録案件いずれも急増しています。このサイトを通じた M&A の動きは静岡県内でもじわじわと広がっています。浜松市のコンサルティング会社がある事業を引き継ぎました。それは M&A で、芸能プロダクションを譲り受けました。ピアニストでシンガーソングライターの三内美空さん。これまで東京を中心に活動していた三内さんはこの M&A を機に今年1月浜松市に引っ越しました。三内さんはアーティスト活動を続けるだけでなく新たな仕事にもチャレンジしています。東京は私の地元ではないので音楽が好きとか私を知っているというやっぱ限定された方の前で披露することが多かったんですけれども、今浜松に来てその校歌だったり社歌だったりを作ったりするとその音楽とかをすごく興味があったわけではない人にも聞いていただける機会が増えたんですね。なぜコンサルティング会社が芸能事務所の権利を譲り受けたのでしょうか。コンサル会社の中にあったデザイン事業と芸能事業を組み合わせるためです。ちょっとこう動きを加えてみたり、ピアノっぽいですね、なんか鍵盤みたいな。あ、そうですよね、はい。デザイナーの中村さんはこれまで企業のポスターやフリーペーパーなどのデザインを制作、ホームページのデザインなどを始めるなど仕事の分野も広がりました。普段の会話の中で意外なこう一面が見えたりだとか、こういった作品に反映させていただけるっていうのはメリットだと思いますね。中小企業でも M&A がしやすい環境になってきてはいるとは思うので、いろいろ経営の選択肢は増えるんじゃないかなとは思ってはいるんですけど、